百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか？おお。今日は小手面やりましょうか。この春の時期、剣道を始めて、これから基本打ちもやって、最初にやっぱり難しいなって思うのが、小手面、連続技なんです。でも大丈夫です。安心してください。今日のこの動画を見れば必ずできるようになります。わかりやすく解説しますんで。今回の小手面のビデオは3本立てになります。1本目。このビデオの中では、小手面のやり方をわかりやすく説明します。手はどうするの？足はどうするの？目はどうするの？姿勢はどうするの？こういったところやります。2本目のビデオの中ではよくある間違いですね。こうなってるんだから小手面がうまくできないんだよっていう話をします。3本目のビデオの中では小手面の応用技である合小手面っていう技があるんです。これができるようになるともう試合がねぐっと有利になります。とても実践的な話をしますので楽しみにしててください。じゃあみんなに質問ね。剣道をやってて相手がいて自分がいてどっちが強いっていう話なんだけど、一人の人は一本ずつしか技を出せません。もう一人の人は二本同時に技を出すことができます。どっちが強いでしょうか？もう当然二本三本とどん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 技を出せる人の方が強いんだよね。小手面っていうのはそういう技なんですよ。ほとんどの人が一回打つチャンスがあったとしたら一本しか打たないんです。でも小手面が打てる子っていうのは一回打つチャンスがあったらそこで二本打つんです。これは強いでしょ。だから強くなろうと思ったら絶対小手面とか小手道とか連続技っていうのをマスターしないといけないんです。最初にこれだけ覚えてほしいんだけど、小手面っていうのは小手面っていう技があるんじゃなくて小手と面なんです。小手と面、これに関しては小手もしっかり打たないといけないし面もしっかり打たないといけない。そうすると一ついいことがあるんです。小手も面も大事にしてどちらも一本になるように打つと、小手をしっかり打った時に相手の構えが崩れるんです。必ず崩れる。崩れたところを次の面もしっかり打つ、これが小手面なんですよ。小手面って最初からどちらも打つぞって決めて打つんじゃなくて、小手を打って崩れたそこを隙ができるんで打つ、この考え方が小手面なんです。一番最初は目の話をさせてください。小手面を打つっていうのは小手を打って面を打つわけでしょ。打つ場所が2箇所あるんです。だから小手を見て面を見る、こんなことしたら遅くなるんですよ。小手面を打つ時の目こそ演算の目付け。演算の目付けっていうのはまあビデオがあるんで見てもらったらいいんだけど、簡単に説明すると相手の後ろに遠くに山がある、その山を見るかのように打つ場所、小手だったり面だったりその部分を見るんじゃなくて、相手の頭の上からつま先まで全体をなんとなく見ます。これが演算の目付けです。これから小手面を打つからって小手見て面見て小手見て面見てってこう視線が動いてると遅くなっちゃうわけですよね。小手面の時の声がまた大事です。二つの理由があります。一つはリズム。小手面、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 これはリズムなんですよ。声でリズムを取ってるんです。小手面、小手面。もう一つの理由は小手も面もしっかり打ちましょうって話をしました。その時に声が小さいと下半身に足に力が入らないんです。だからお腹の底から小手面という風に大きい声を出すと、それだけで打ちがしっかりして下半身の動きもしっかりするんです。じゃあいよいよ手の動きなんだけど、手の動きはどうやってやってるかっていうと、まあうまい子パンパーンって打っちゃうんでよくわかんないんだけど、簡単に言うとこう構えてて右手首を曲げて伸ばす、右手首を曲げて伸ばす、これを2回やってるだけなんです。いくよ。構えてて右手首を曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、これだけ。これに足を組み合わせてるだけなんです。それでポイントが一つだけあって、相手の小手って下の方にあるじゃない、この辺にあるじゃない。でも相手の面ってこの辺にあるでしょ。だから曲げて伸ばすをやる位置が違うんですよ。最初の曲げて伸ばすは低くで、次の曲げて伸ばすは面だから高く、この高さが違う。もうそれだけ。曲げて伸ばす、曲げて伸ばすは一緒。でも最初は低く曲げて伸ばす。で次は高く曲げて伸ばす。この高さが違うんだよね。小手面の足の動きっていうのは必ず2回踏み込みます。ここから、小手、面、小手、面、必ず1、
に、駅に、2回踏み込みます。それでよくある間違いが、これは次のビデオで詳しくやると思ってるんですけど、早く打とう、早く打とうとして、1回の足の中に、コテメンって打っちゃう人がいるんです。コテメン、コテメン、コテメン。これは間違いですね。コテもメンもしっかり打つことができないです。正しくは、コテ、メン、コテ、メン、コテ、メン。同じように、左足でコテを打って、右足でメインを打つ人もいます。コテ、メン。これも間違いですね。固定面。こういうのなんでダメかっていうと、2本だったらもしかしたら変な打ち方でも打てるかもしれないんですけど、3本になるともうとても打てないんですよ。固定面、面、固定面、どうできないでしょ。正しくは、固定面、面、固定面、どう。これが連続技の足の使い方です。みんな木刀による基本技稽古法の2本目、連続技固定面、覚えてる？構えてて、いやー、固定、面、ここから、1、コテ、面、2、もうこの通りだから、この通り、このコテ、面ができる人は必ずできるようになります。違うよ、違うよ店長。僕は木刀による基本技稽古法みたいな、ゆっくりなのができるの。早く打つ、パンパーンって言って早く打つやり方が教えてほしいの。そういうのを教えてよ。絶対そう言うと思った。絶対そう言うと思った。大丈夫。それもやるから。ポイントが2つだけあるんですよ。2つだけあるの。早く打ちたい人、2つだけ覚えてください。基本的には、コテ、面、足も2回で全く問題ないです。これを早くするんだけど、早くしようと思うと崩れちゃう。2つのポイントを見直してください。コテ面を早くパンパーンと打ちたいってなったら、1つ目に気をつけることは、これは実はね、姿勢なんですよ。実は姿勢なの。ほとんどの人がコテ面を打つときに、コテ面ってこう前かがみになっちゃうのね。これなんでかっていうと、早く打ちたいから。この方が早く打てると思ってるの。だから前かがみになっちゃうんだけど、これこそが一番の間違いなんですよ。ここで大事になってくる考え方が、このビデオの最初にお話ししたコテも面も一本取るつもりでコテ面はしっかり打つんだよって考え方なんですよ。そうなると体勢が前かがみになってしまってると、コテ打てたとしてもよ、たとえ打てたとしても面なんかもうこっから打てないでしょ。だから遅くなっちゃうんです。コテ面を早く強く打ちたい人こそ姿勢を起こしてください。体勢を起こしてください。これが一番早いです。まっすぐ構えて、コテも面も腰から出るようなイメージで体ごと前に出る。これが一番早いです。実はこれっていうのも、木刀による基本技稽古法のコテ、面、姿勢も実は同じだったんです。そしてもう一つ気をつけてほしいことが、左足の引き付けなんです。これはどういうことかっていうと、コテ面を打つときには足を2回動かすんだよって言いました。足をコテ、面、コテ、面って動かす。ここまで大丈夫だよね。そしてここからなんだけど、コテ面っていう技はどういう技だったかもう一回思い出してほしいんだけど、コテで相手の体勢を崩して隙があるところを面で決める技だったよね。そうするとコテを打った後に左足の引き付けができてないと、決めるはずの面が打てないんですよ。コテ面は面で決めないといけないって言うんだったら、面の時に左足で強く踏み込まないといけないんですよ。その時に左足がこういう足になってついてきてないとできないんですよね。だから次の面を打つために必ず左足を引きつけておく。そして面の時にこの左足を使ってを強く蹴る。そういう技なんです。左足の引きつけを早くしたい、左足で強く蹴りたいっていう人は、前にやった左足ケンケンの動画がありますんで、ぜひこれ見てください。今日のコテ面の打ち方の1本目のビデオはここまでです。次はなんでうまくいかないのかなっていう話をします。2本目も面白いから聞いてください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。